PS ドジャース戦のチケットが意外と安いよ。バックネット裏後方約15万円、内野席約9万円、外野席約5万円、外野最上段約3万円。バックネット裏約70万円、内野最前列約40万円、外野最前列ホームランシート約16万円。安いやん。いや、高いよ。内野席ぐらいまでなら払えるな。バックネット裏オールアジア人富豪やな。は？冗談抜きで桁一つ違うな。まあこの試合見れるなら妥当な値段やな。物価がちゃうから正直よくわからんわ。アメリカでもさすがにバックネット裏とかは高いで。テレビでバックネット裏に映ってる奴ら全員大富豪なんか。そもそもアメリカに大谷見に行くほど金ある奴らからしたらこんな誤差やろ。ツアーとか使えば3試合見れてもろもろ込みで100万でいけるで。地区優勝決まったパドレス戦のツアーとか行ったやつ超ラッキーやったやろな。ワールドシリーズとかこの3倍くらいするんちゃうの。